世界で最も高いアーチダムイングリダムアーチ式コンクリートダムは主にコンクリートを使用材料として使用しアーチ水壁にかかる水圧を両側面の岩盤で支える形式のダム上空から眺めると河川を横断する停滞がこう描くように見える略してアーチダムとも言うアーチ式コンクリートダムの断面も敷図脆弱な岩盤に 建設したため決壊したマルパッセダムの残骸アーチダムには様々な明けがあるが最も多いのは下流側に湾曲したドーム型アーチ式コンクリートダムである形状が複雑で設計が難しいが最も少ないコンクリートの量で建設できこれが現在まで続く主流のアーチ式コンクリートダムの基本型となっているこの他にも放物線 アーチダムや湾曲していない円筒型アーチダムなどがある。派生した形式として、カナダのダニエル・ジョンソンダムや日本の法然池ダムなどで採用された複数のアーチが連なるマルチプルアーチダムやロシアの鞘のシュシェンスカヤダム、アメリカのフーバーダムなどで採用された重力式コンクリートダムの特徴を合わせ持った重力式アーチダムがある。 アーチダムはコンクリートの使用量が少なく済み重力式コンクリートダムに比べて高飛圧縮が可能で経済性に優れる。その反面重力ダムのようにダム自体の重量を利用して貯水池の水圧によるダムを点灯させる力に対抗することが難しい。このためダムにかかる水圧をアーチで湾曲させることで両側山腹の岩盤に圧力を分散させて 水圧に耐える構造となっている。したがって、アーチダムを建設するには、莫大な水圧に耐えられるだけの強固な、両側基礎岩盤の存在が絶対条件であり、建設可能な地点は限定される。フランスのマルパッセダム決壊事故では、基礎岩盤の強度が不十分であったことで、試験的に貯水する試験淡水の最中に、ダムが水圧に耐えられず、 岩盤もろともダム停滞が崩壊し、大惨事を招いた。マルパッセダム事故は、アーチダム思考に大きな影響を与え、日本でも黒部ダムにおいてダムを補強するため両側にウィングを設けて水圧に耐えられるようにした。洪水発棄については、ほとんどのアーチダムに常用洪水発棄が備えられており、ダム停滞中央部に単独、または複数のゲートを設置し、放流を行う。 スキージャンプ式の洪水破棄をダム両側に備えるものや、ロックフィルダムのように山腹に洪水破棄を設けダム自体は洪水破棄を設けない、非えつ流型もある。非常用洪水破棄については、自然腰流、ゲート放流を含め中央腰流型洪水破棄が多く採用されている。また、多くのアーチ式、コンクリートダム停滞下流側の表面には純白が設けられている。これは、 キャットウォークと呼ばれる。ちなみにロックフィルダムにおける巡視炉は犬走りと呼ばれる。古くからヨーロッパなどで建設され、中世、スペインに建設されたアリカンテダムは300年間包み高世界一の記録が破られなかったという話が残されている。季節で最も高いアーチ式ダムは宮尾港に建設された中国の近平第一ダムであるが、 現在イランにて建設中のバフティアーリーダムが完成するとそれを抜いて世界一となる。また世界で最も総貯水容量が大きいカリバダムはアーチダムであり、その総貯水容量は約1806億トンを有し比はこの約68倍の容量を誇る。日本一の高さを誇る黒部ダム日本に建設されているすべてのアーチダムについては日本のアーチダム一覧を参照のこと。 日本では、島根県の三つ成ダムが、河川法上の規定によるダムとしては、最初のアーチ式、コンクリートダムであるが、大正時代に、旧、武蔵水力電機が、埼玉県に建設した浦山園庭が、日本初のアーチ上園庭建設例とも言われている。小園庭まで含めれば、青森県にある、旧海軍大港洋行部水園地園庭が、現存する最古のアーチダムということになる。 大規模なアーチダムについては土木技術が未発達であったことで多発する地震や集中豪雨、台風時の洪水処理に対する安全性の不安があって戦前は施行されなかった。日本で最初の高さ100メートルを超える大規模アーチダムは宮崎県の上椎ダムである。現在のアーチ式コンクリートダムで見られるオーバーハングした三次元的形状が取り入れられた 最初のアーチ式、コンクリートダムは、和歌山県の殿山ダムが最初である。その後、アーチダムの研究が活発化するにつれ盛んに建設されるようになり、1963年に完成した黒部ダムは、日本最大のダムとして、日本のダムの歴史に散々と輝いている。ダムの形状としては、美しい外観を有していることから、黒部ダムや、大井ダム、 豊平京ダムなどのように観光地化しているダムも多い。強固な岩盤を有する強国に建設されることから、西川や絹川のように同一河川に集中して建設されている例もある。近年は建設に適する地点が極めて少なくなり、2001年に完成した新潟県の奥三面ダムの後は完成例がない。熊本県の川辺川ダムが計画されている。 アーチダムとしては唯一となるが中止の公算が大きいことから今後この形式で建設される可能性は極めて少ない。ありがとうございます。